皆さん、こんにちは、コロワンはコロコロチャンネルの尾形大輝です。はじめまして。おっす、神羅万象チョコ広報大使、神羅万長でございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、尾形太郎、今日はね、神羅万象チョコ新作幻想流の秘宝を特別に持ってきたったで。4月の18日、全国のお菓子売り場等で発売開始だ。じゃあまだ発売する前のもの。そうなの、これは特別。ちなみに何じゃ、新羅万象って今回12章売ってます。うん、今なんかめちゃくちゃ新しい感じ。今回テーマは大冒険。おお、幻想流の秘宝の名の通り、主人公たちはお宝をめがけていろんな男女遠石を冒険する。もうこれは激アツの冒険ものに仕上げてるんで。で、主人公はもう歴代初、今までやっぱりその戦う人たちだったのに対して冒険家っていうのが今回主人公なんですよ。はい、主人公の冒険家、冒険野郎バンクローがこういう男女幻想力大陸の秘宝をめがけて冒険していくっていうのが今回の新書幻想力秘宝のテーマになってるんだよね。よし、じゃあ開けてみようじゃないか。はい、でもただ開けるだけでちょっとつまんないかな。だからこういうのどうかなって場所思ってる。神羅万象チョコって実はカードの裏にパワーが書いてある。だからそのパワーが大きい方が勝ち的な流れでちょっとやれたらなって場所思ってるんだけど、やりましょう。よし、やろう。じゃあ始めていきます。いくぞ。行くぞ。じゃあ番長、早速開けていきましょう。開けていきましょうか。よし、じゃあこのね、なかなかみんなね、このボール箱、この箱を開けるってことなかなかないと思うから、はい、ね、結構貴重な瞬間じゃないの。じゃあこれ、はい、そう、一箱に20袋入ってるんで、そしたら10個10個で分けて勝負じゃん。頑張りましょう。これなんか左側には当たり入ってない。その辺はちょっとあの番長秘密、番長機密に触れるんで。じゃあちょっと混ぜません。混ぜます。これ10個なります。4、5、7、8、9、10。あー、これで OK じゃん。負けないよ。負けないよ。じゃあ早速、早速1個目。いいですね。ね、これウェハースがね、また美味しいんじゃん。あ、お、かわいいの来ちゃった。チェックで、いくの、はい、お、お、優勝人大黒です。さあ、この円卓消しボーナス、かわいい、かわいい、なんかすごい、かわいい。わしのがシルバーレアカードって言って、結構これレアリティ高いやつじゃね。僕のノーマルなんでちょっと弱いかもしれない。なんかどことなく似とるね。まあちょっとね、似てますけども。じゃあこれパワー勝負、意外とパワー系ですからね。せーの、せ、あ、4、これ11。圧倒的勝利、圧倒的勝利、負けを知りたい。圧倒的勝利。負けた方はこの美味しい美味しいウェハースを食べれない。これわしのもの、これウェハースわしのもの。後で、後でいただき、食べられなかったらあんまり真の圧倒チョコ。まあね、メインチョコだからね、これ、ね、ちょっといただきます。おいしい。うまい。このために番長する。わし、わしこのために生まれた。過言ではない。やりましょう。次は、ちょっとウェハースが置いてくれ。で、次行くで。はい、もう開けちゃいますもんね。ごめん、よし、行きますよ。せーの、バン。お、これまたノーマル同士。トリトードドグマゲイヌ、ワンちゃんですな。せーの、せ、10、パワー10、8。負けを知りたい。次ラス1ですか。ラス1だ。やっていきましょう。せーの、はい。番長は持ってる。どう思ってるね。番長は持ってますよ。番長持ってると思ってる。いきますか、ラスト勝負。せーの、はい。キーブドラゴン、冒険野郎バンクロー。マジで最後の最後に来るべきところにカードは来る。これ神羅の鉄則。まあでも勝負ね。まあ勝負なんでね、パワー勝負なんで。せーの、10。あれ、意外と引きは良いがパワーは一緒。ね、
んかこう知り切れたも的などうもあるんですけど、はい、まあ実は、まあ、この部分もね、はい、よく読んでみると分かるんですけど、まあ、まだまだ実は秘めてるところ、はい、力を秘めてるっていうところもあるらしいので、なるほど、まあ、この冒険屋のバンクローっていうのは実はパワーアップバージョンっていうのも用意していて、まあ、今回たまたまあれですけども、まあ、バンダまだシナリオストーリーの進行に合わせてこのパワーっていうのを上限していく可能性があるので、そうなんですね、裏面っていうのは非常に重要となってくるので、はい、ぜひお買い上げになって見てみてください。僕はシルバーレアが4枚にクリスタルレアが1枚で5枚入ってましたね。私もシルバーレア3枚にクリスタルレア2枚ですね。もう結構入ってるんですね。そうだね、これ1箱揃えていただくともう絶対にいいカードっていうのはバンバン出てくる計算になるね。これだとね、もうなんかじゃあ 2,3 箱ちょっとお小遣い頑張って買っちゃえばかなりいいカードが集まっちゃうっていう感じですね。その可能性は高いよね、うん、なるほどですね。じゃあ皆さんぜひ4月18日発売神羅万象第12章第1弾買ってみてください。よろしく。バイバイ。